ンネルスタート。 G3 ネギシステークスをかける。はい、1月最後の重賞シルクロードステークスとネギシステークスの本日でございます。昨日シルクロードステークスの動画を多分出してると思うんですけど、今のところ、私がガミ、スタッフが大敗という、このレースこそ勝ちたいなというところですね。ということで私はですね、勝負してます。これはまた先週も結構、かけて勝負してたけど大丈夫ですか？勝負してます。水晶馬いつも4頭出してるんですけど、前日に、ネギシステークスはもうこの2頭で硬いかなと思って2頭しか出さなかったんですよ。でそれが7番のエンペラーバケアと10番のサンライズフレームなんですけれども、この2頭、結局1番人気2番人気となってます、今変わらず。で、その2頭で行こうと思って、馬連の72,000円、おワイドの72,000円、と3連複の2等軸で7と10から枝で11、12、14、16の4通り500円ずついってます。でトータルで4,000円いってます。はい、あ、行きましたね。勝負レースです。先週ね、ポロポロにされたんで、3連単かけて今度こそは当てたいなと。3連複でしょ今度。はい、3連複です。まあでも500円いってるんで、がみることはないです。当たればいいっすか。はい、ネギシステークスってイコール俺ですよ。なんで？いや俺むっちゃネギシ好きだからさ、牛タン。あ、だから、はい、これ当ててネギシおごってあげますよ。いや、ありがとうございます。絶対当たるから。はい、3連単。はい、3連単なんだ。70、はい、70、はい、1、2、3着に来ると。はい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 。で2着に12、高野ビューティーね、いいと思います。3着にも12、はい、14、16、はい、なるほど。これ当てます。私たち割と硬い買い方してるじゃないですか、このレース、で、さっきシルクロードステークスバチバチに硬かったね。硬かった。2番人気1番人気3番人気じゃないですか。どうする、こっち荒れたら。いや、あるよ。言わないでよ。本当やだよね、これ。だから当たれば両方当たるってことでしょ。そうだね、そうだね。むっちゃ当たるってことでしょ。そうだね。私たちは去年もフェブラリーステークス見に行ったじゃないですか、で今年も見に行こうっていう話してるじゃないですか、ネギシステークスの1着にはフェブラリーステークスの優勝出走権が与えられますので、予選出走権が。そこも楽しみっすね。やっぱこれは私たちは勝たんといかんし、鹿と目に焼き付けないといけないと思います、このレースは。確かに。はい、そんな感じでレースが始まりますけど、来た。もう良さそうな馬多かったですね。これは私の個人的な感想ですけど、結構1400m なんで。頼むよ。70、これも割とすぐあっという間に終わるんでしょうね、きっと。70。去年のネギシステークスがレモンポップですから、1着。あ、本当。でフェブラリーもそのまま1着いってるんで、やっぱそういうレースですよね。本当だ、一緒のこと言ってますよ。あ、本当。うん、そう、やっぱここが登竜門だ、後の登竜門みたいなところ。じゃあここで勝った馬は、今年ダートの神になる可能性ありますよ。ね、そうです、そうです。ちゃんとね、覚えとかないとね、このレースをね。よし、始まる。当たれば名を良い。ほんとそう。スタート。1が、あ、めちゃくちゃ出遅れたね。タガノビューティーも遅れちゃったか、ね、ヘリオスね、タケさんですから、ヘリオス。タガノビューティー、ドンケツですけど。ドンケツですね。ちょっとスタートが、あ、でも後ろから行く感じですよね、タガノビューティーはいつも。大丈夫？2が相当前行ってない？2が、あ、ヘリオスね。でもタケさんだからさ、計算してやってると思う。やりよりよ。16パドックで見ていいなと思ったので、今前の方にいるのはなんかいいなと思っちゃいますね。12ドベやけど大丈夫？上がらない。あ、7が上がってきたね。
エンペラーワケアがスルスルとちょっとスルスルと上がってきて、その後ろに10もついてるもんね。12大丈夫？高伸び10上がってこなくない？これね、7は上がってるね。7は上がってきてるよ、うん、うわー10こんね。10が上がんないじゃん。うわダメやん。うわ12もこんよ。うわ10が上がってきた。うわ上がってきた。間に合い間に合った。当たった当たった16。嬉しい。当たった。何が当たった？三連服とワイド。お、よかったじゃん。やったやった。ちょっとこのまんま2の竹さんヘリオス行ったらどうしようと思ったから、ね、竹さん作戦なんだろうね、うん、エンペラーワケア強かったねっていうか、うん、うわ俺も惜しかったな。いやサンライズフレーブちょっと上がってこんかった時マジハラハラした。ハラハラしたわ。12滑ったね。うわ16いいって言ってたもんね、あのパドックの人、うん、パドック見て。うわ2着入れときゃよかった。あ、そっか2着に入れてなかったのね。あー2着選びか、うん、うわ16でもまあ当たった。あーよかった当たったじゃん。ありがとうございます。何倍だろうね。うん、16が6番人気なんですよ。いいんじゃない？なんでちょっとつくんじゃないかなと思ってるんですけど、タガノビューティーがこんかったね。やっぱスタートがダメだったからかな、ね、うん、話してますよ。川田すごくない？川田さんすごい。だってこれでさフェブラリーステークス行ってさ今度ダートまで制しようとしてるってことでしょ、うん、すごいよね。うわめっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。配当ですよ。配当だよね問題はね、うん、さあ止めましょうか。三連服 20.7倍、500円かけてる。お1万やったー。あとはワイド。あワイドまだ出てない。ワイドまだ出てないね。あれ馬連はかけてない？馬連かけてるけど3着だからさ。あーうん、うわ1万も戻ってきたってことか。やった、よかった。勝ちやん今日トータル。やったやん、やったやん、やるやん私。でも見てください3連単 93.9 倍。ねー惜しかった。惜しかったねこれ、むっちゃ惜しかった。これ見てください、うん、これ俺のメモ、ネギシ行くよって。12をじゃなくて16だったってことね、12してよかったってことですね。はい、今日私快勝、よかった。この1週間調子悪かったの取り戻せた。ちょっとよかったじゃん。今日って28でしょ、あの計算します。計算して29、30、31生配信でやるのか動画でやるのかは分かんないですけど、ちょっと 100% に向けてやっていきたいと思いますので、はい、あの引き続きお楽しみくださいませ。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。